殺してあげる。あなたを。そして私も。皆さん、おはようございます。あ、おはよう。おはよう、ソラさん。おはよう。どうだった、ソラ。メンテは順調だったのかな。ええ、はい。システムコンディションは正常です。もっとも、設備の物理的破損については改善のしようがないのですが、無事メンテナンスは終了しました。前回において通常と変わりない機能をお届けできることを保証します。そっか、よかった。私、茜ヶ崎空については診断の結果、若干の思考ノイズがあることが発見されましたが、業務上問題はないものとされ、そのままになっています。ねえねえ、空さん、思考ノイズって何？あ、ココちゃん、それはね、時々私にいたずらをしようとするお客さんがいるんですよ。嘘を教えたり、意地悪をして混乱させたり、それで私の記憶や反応がちょっと変になってしまうことがあるんです。そういうのが思考ノイズなんです。あらかじめ持っている知識と新しい情報と、どちらが正しいのか判断できなくなってしまって、あまりひどいとシステムをいじって記憶を書き換えることになります。でも今回はそんなトラブルは起こっていませんから、安心してくださいね。はーい。あとはそうですね、皆さんが眠っていた間の館内センサーの記録のチェックはまだ行われていません。新たな浸水などは起こっていないと思いますけど、早めに記録を確認して状況をご報告しますね。うん、ソラ、頼んだよ。はい、お任せください。そうそう、レミ端末はメンテによってレスポンスが向上したはずです。レミのトラフィックに問題があったのですが、この問題を解決、現在のレミューの状態に合わせ端末の通信機能は最適化されました。ふん。では皆さん、そろそろ食事に行きましょうか。
よいしょ。一体何やってるの？やっほー！視点がちょっと高くなるだけで見えるものは随分変わるんだね。正確には68センチってどこかな。ねえココ、そのためだけにそこに登ったの？よいしょ。